今回お邪魔したのは前橋市下小出町平久庵。びっくりするほどの大盛りを出してくれるお蕎麦屋さん。店内にはさまざまなプロのフードイーターの写真、そしてサインが飾ってある。今回は久しぶりの来訪。さて何を食べようか。壁一面にはユーチューバーや有名人のサインがいっぱい飾られてある。たまにフラッと食べに来ると大食いユーチューバーが撮影をしていることもある。もはや定番となったチャレンジメニュー、おけ盛りうどん。こちらはまだ健在。おけ盛りうどんに成功するとこちらに名前を書くことが許される。現在最速はラスカルプロの2分20秒。胃袋が人類じゃない。さて今回は何を食べようか。外はもう寒いので温かい肉うどん、そして付け合わせにミニミニ丼カレーライス。いただきます。まずは伸びてしまうお蕎麦から手をつけよう。久しぶりのギガ盛り、果たして食べきれるだろうか。温かいスープが体にしみる。そしてたっぷりのお蕎麦、湯気が冷たい顔に当たって少し痛い。そして予想通り熱々、口の中が熱さで痛い。体が温まる至福の瞬間。紅白のかまぼこは何気にお気に入り。少し味変、七味唐辛子を投入。ここでお祝いにいただいた焼き揚げも投入。顔よりもでかい。これは食べ応えがある。頼んだらいくらぐらいするんだろうか。サクサク感を残しつつ汁にもつける、そういう食べ方が個人的には好み。玉ねぎだろうか、かき揚げに使われている具がとても甘くて美味しい。スープの汁気ともよく合う。なんとかそばを平らげ、チーズトッピングのカレーへ。スプーンを入れるとカレーの香りが立ち上ってくる。食欲をそそる香りだ。カレーはうまい。これはどこでも変わらない。そしてもう一つ、具が大きいのがとても嬉しい。煮込んで柔らかくなった鶏肉とカレーの組み合わせは最強。
今日もいっぱい食べました。いや、今日は食べ過ぎたかも。ごちそうさまでした。気さくな店主に見送られて帰路につく。いつも美味しいものをありがとうございます。うっかり閉店までいてしまった。今日はお腹がいっぱいでよく眠れそうだ。